NHK の闇について。こんにちは。本日は NHK にまつわる課題とその影響についてお話ししたいと思います。 NHK は日本の公共放送として広く知られており、様々な良い面もありますが、問題点や批判も少なくありません。これらの問題がどのようなものかを見ていきましょう。1、受信料問題。 NHK に対する批判の一つが受信料の徴収方法です。 NHK は法律に基づいてテレビを所有している家庭や事業者に受信料の支払いを求めています。しかしこの徴収方法には多くの反発があります。特に視聴しない場合でも料金を支払わなければならないことに不満を持つ人も多いです。また徴収員による強引な勧誘やプライバシー侵害も指摘されています。 2. 公正性と偏り。次に報道の公正性についてです。 NHK は公共放送であるため政治的に中立であるべきですが、政府からの影響や偏った報道が指摘されています。これにより NHK が本来の役割を果たせていないのではないかという疑問が生まれています。視聴者は公正な情報を求めており、特に政治的な話題については慎重であるべきです。 3. 財務管理と高額な報酬。 NHK の財務管理も問題視されています。特に NHK の職員や役員に対する高額な報酬や退職金が批判されています。公共放送でありながら一般の企業以上の報酬を受け取ることが適切かどうか疑問視されています。これにより NHK の運営が視聴者の負担となり公共の利益から離れているという指摘もあります。 4. 透明性の欠如。 NHK は視聴者からの信頼を得るために透明性が求められますが、運営に関する情報が十分に公開されていないとされています。例えば予算の使途や収支報告が不透明であるとの批判があります。公共放送としてより透明性を高めることは重要です。視聴者がどのように自分の受信料が使われているのかを理解できるようにすることが信頼回復の一歩です。 5. 時代遅れの制度とサービス。最後に時代遅れの制度とサービスです。現在インターネットを通じて多様な情報が手に入る時代において、 NHK の提供するコンテンツの価値や必要性が問われています。特に若年層はNHK の番組に魅力を感じていないことが多く、視聴習慣が変わりつつあります。これに対し NHK がどのように対応し変化していくかが今後の課題です。以上が NHK に対する主な批判点です。公共放送としての役割を果たすために NHK はこれらの問題に対して積極的に取り組むべきでしょう。視聴者が支払う受信料をもとに運営されている以上、その信頼に応えるべき責任があります。今後より透明性のある視聴者のニーズに合った NHK に変わっていくことを期待します。ありがとうございました。このような内容でスピーチを構成すると9分程度の時間をカバーできるでしょう。あなた考察 CHAT 実機T。 このスピーチの内容を考察してみましょう。1、受信料問題。 NHK の受信料制度は多くの人にとって不満の種になっています。視聴しなくても料金が発生する点が特に問題視されていますが、この制度は NHK が公共の利益を守るための活動を資金面で支える役割を果たしています。しかし視聴者の選択肢を制限する形の強制徴収は公共放送としての価値を減じる可能性があります。視聴者の選択の自由を尊重しつつ、どのように資金を確保するかという難題に取り組む必要があるでしょう。 2. 公正性と偏り。 NHK の報道の公正性に対する疑念は公共放送としての信頼性に直結する問題です。政治的中立を求められる立場にありながら政府からの影響を受けていると感じる視聴者も少なくありません。これは視聴者にとって非常に重要な問題であり、NHK が中立性を守るためのさらなる対策を講じることが期待されます。また報道における透明性を高めることによって偏見を払拭し信頼を回復することができるかもしれません。 3. 財務管理と高額な報酬。 NHK の財務管理に対する批判、特に高額報酬に関するものは公共放送としての社会的責任感の欠如を感じさせるものです。受信料で賄われている以上、NHK はその資金の使途について慎重かつ透明であるべきです。他の公共機関や放送局と比べても高額な報酬は、
視聴者からの反感を招きやすいです。資金の効率的な活用と、職員の報酬を適正に管理することが重要です。4、透明性の欠如。公共機関にとって、透明性は信頼を構築するために不可欠です。NHK が財務情報や運営に関する情報を一般に公開することは、視聴者がどのように受信料が使用されているかを理解するために重要です。このような透明性の欠如は、NHK への不信感を高め、受信料への反発をさらに強める結果になりかねません。公共放送として、情報公開と説明責任を果たす努力が求められます。5、時代遅れの制度とサービス。現代のメディア環境は、インターネットを通じた多様な情報源やストリーミングサービスの普及により大きく変わっています。特に若年層において、テレビ離れが進む中で、NHK が持つ公共の情報源という価値を再定義することが必要です。NHK は、より魅力的で視聴者のニーズに合ったコンテンツを提供するために、迅速な対応と変革が求められています。例えば、インターネットを通じた新たなコンテンツ提供方法や、デジタル世代にアピールするための方法を模索することが重要でしょう。総合的な考察。NHK は、日本の公共放送として重要な役割を担っている一方で、多くの課題を抱えています。透明性、公正性、効率性といった観点から、改革が求められる状況です。今後、NHK がこれらの問題に対処し、視聴者との信頼関係を再構築するためには、より透明性を高め、視聴者の声を真摯に受け入れる姿勢が不可欠です。公共放送として、受信料で運営される機関である以上、視聴者の理解と支持を得るために努力し続けることが、NHK の存在価値を高めるために重要です。